WRTC2002 表彰式世界ラジオスポーツチーム選手権はアマチュア無線のコンテストである。WRTC では招待を受けた世界中の有力競技者が世界の一箇所に集い同様のアンテナとオペレーティング条件のアマチュア無線局を使用して互いに競い合う。いずれの WRTC も国際的に認められた競技者からなる常任委員会と 開催地のホスト組織、ボランティア、有志の寄付などにより運営される。WRTC は4年に一度開催され、次回は2018年7月、開催地はドイツに決定している。WRTC 以前にも、コンテストでは、CQ ワールドワイドデラックスコンテストや ERHF、チャンピオンシップといった全世界を対象とした著名な、コンテストは存在した。しかしながら、 競技結果は、ロケーションやアンテナに大きく影響されるため、競技者の腕を比べるという意味では、問題があった。そこで、80年代末より、ダニーエス・ケナジ等の発案により、コンテスト競技者が一地域に集い、純粋に腕を競い合う大会が準備された。折しも、テッド・ターナーのグッド・ウィル・ゲームズが開催されることもあり、WRTC はその文化交流事業の講演を、受け、 1990年7月、シアトルで初の WRTC が開催された。WRTC2014 のアンテナタワーとテンポ各チームごと2人ずつの参加者で、7月第2週の週末に行われるやる HF チャンピオンシップに参加し、24時間に得られる得点を競う。無選曲、レフリー、コールサインは事前にくじ引きを行い、 割り当てられたものを使用する。各チームは無線機、ヘッドホン、マイク、キーボード、ロギングソフトウェアを用意することが認められるが、アンテナ、テント、発電機は事前にボランティアが用意したものを用いる。ルールに従った運用がなされているかは、各テントごとに配置されたレフリーがチェックする。ありがとうございます。